さあ続いてはサッカーです。はい、連日お送りしているザックジャパンの特集第4弾、今夜はお待たせしました、エース香川真司選手です。月曜日のスポルトマンフトでおなじみマギーが直撃取材です。探し物というのは、探している時には得てして見つからないもの。遠い異国の地でプレーしているこの若者も、今自分の不調の原因や求めているプレースタイルを一生懸命探しているはず。そういえば今私もこの大きな本棚から一冊の本を探している途中だが、時に探しているものが何かさえ忘れることがある。スランプなんて所詮そんなもの。昨シーズン、表紙の男の笑顔は発達と輝いていた。しかし今、その男は天を仰いでいる。香川真司は香川真司ではなくなっていた。あのヨーロッパを震撼させた面影はなく、噛み合わないコンビネーションと遠すぎるゴール、そしてついにはいるべき場所さえ奪われてしまった。これで代表変えなきゃいけないのはちょっと寂しいですけど、まあでもそれはしょうがないので切り替えて頑張ります。なぜここまで色褪せたのか、取り戻せる日は訪れるのか、全ての答えを知りたくてドイツドルトムントを訪れたのは、日本代表直撃リレー、今日は私マギーが担当します。まずは間近で見守るサポーターたちにヒントを求めてみた。Unter den Anforderungen. Also spielt nicht so gut wie letzte Saison. Ja, ich glaube ein bisschen müde zum Teil, auch durch die ganzen Länderspielreisen. 誰もが憂鬱。エースだった男のスランプ。しかし、迎えたケルンとのホームゲーム。これまでとは一転して序盤から積極的なプレーを見せると。He's back in training.Dortmund springing the offside track here. Dortmund springing the offside track here. And they're away. Number 23, Shinji Kagawa. スランプなんて、所詮そんなもの。なんか、私すごい感動しました。なんか、そうですよね。もう観客の、まあ、はい、数もすごい多いですし、でも熱、サポーターの熱気がすごいし、はい、私、香川選手が点入れた時、はい、もう泣きそうになりました。まだドルトムントで来てもらったので、ぜひ良かったです。そういうシーンを見せれて良かったです。はい、やっぱりじゃあこれをきっかけに調子は戻ってくるかなって。はい、そうですね。今はすごいコンディションもいいですし、チームとしてもいいサッカーができているので、まあ、これを続けていければチャンピオンズリーグも必ずいい結果ができるの出てくるんじゃないかなと思います。うん、私試合の後に監督とお話をしたんですけど、クロップですか。はい、クロップ監督さんにちょっと話を聞いて。本当にそんなことしたの？香川選手の話を聞いたんですけど、ドルトムントの指揮官クロップは香川の現状をどう捉えているのか。Und hat einfach letztes Jahr das große Verletzungspech gehabt undDas für jeden Spieler schwierig, dann wieder so einen Rhythmus zu finden. このゲームで香川選手はまた調子が戻ってくると思いますか？Ja, schon. Seit zwei, drei Wochen wieder. Also seit er jetzt wieder zurück ist und merkt man im Training an, dass er wieder seine Frische hat, dass er sich gut fühlt und ja, sein großes Talent wieder zum Vorschein bringen kann. 香川へ全幅の信頼を寄せる指揮官。それは香川も分かっている。だからこそあの選択は何より説得力があった。監督からスタメン落ちを言われた時の気持ちってどうでした？はいはい、まあ後々に言われた段階では、まあ、精神的だったり肉体的に疲労があったから、2試合外したって言われたんですけど、ただやっぱりベンチに座って感じることはやっぱ悔しさだったり、
フラストレーションというのはすごいたまりましたし、うん、またヨーロッパに来て試合に出れないというのは本当にこれ以上辛いものはないなというのは、うん、感じたので、うん、どんな格好のいい主人公も一度は大きな挫折を味わうものだ。そこで何を得るのか、それが肝心だ。なかなか訪れなかった試練というかね、精神的にも肉体的にも今すごい耐えなきゃいけない時期というか、乗り越えなきゃいけない、まあ、時期でもあると思うので。Gestire bene il momento in cui si gioca, saper gestire altrettanto bene il momento in cui si gioca di meno. È un'altra qualità che secondo me è molto importante per chi viene in nazionale, indipendentemente dall'età, la propensione a crescere. Donna ningenni datte tachidomaru toki wa aru. Mushiro, tachidomaranai jinsei nante tanjun sugite tsumaranai mono.そうして人は気づいていく。自分が強くなったことを。先日のタジキスタン戦なんですけど、はい、まあ、2ゴールの大活躍だったんですけど、はい、やっぱそこでも復活への手応えというか、はい、のは感じました。復活の手応えというのは特に感じなかったというか、うん、やり続けないと意味がないので、うん、僕に今必要なのはやっぱそういう継続性であったり結果を出し続けることだと思っているんで、さらなる高みへ。今はただひたすら走り続けることが重要。そんな香川にタジキスタン戦から新たなパートナーが加わる。走距離とかも測れるので、うん、初の試みということですごい楽しみなスパイクになりました。僕自身本当に動き回って瞬時の判断でストップスピードを持っていくプレースタイルだと思うんで、まあ、そういう意味でやっぱりスパイクはやっぱり思うよりは軽くてよりスピードが出やすい意味で軽さを重視しています。準備は万端だ。迷いはない。ここは今の自分を測るにうってつけの舞台。vedrò la squadra in trasferta giocare con grande personalità contro le migliori del mondo. 僕たちは本当に世界のね、アジアだけじゃなく世界の、ね、強豪国に勝つことを本気で狙ってるんだっていうのを改めて言われたんで、うん、本当に監督、この監督だったら実現するっていうのは信じてますし、うん、次のタジキスタン戦はやっぱりエースの香川選手を、はい、警戒してくると思うんですけどアウェーでの戦いっていうのは本当に難しい試合なので、うん、その中で自分たちのサッカーがどれくらいできるかっていうのは本当にこれからワールドカップもそうですけど、はい、アウェーでの戦いをする上では大事になってくると思うんで、うん、まあ、そこは本当に進化を取られるのかなと思います、うん、とりあえず香川の紹介はこのくらいにしておこう。明日は第2章の始まりの地タジキスタンについて書くことにしよう。どうやらそれにふさわしい舞台が用意されているみたいだ。はい、香川選手本人も楽しみとしているこの新しい軽いスパイクでアウェーでの一戦勝ち抜いてほしいですね。